多分痛くないんかなとか思って。痛くないらしいですよ、上手い人がやるとね。うん。この前メグインさんに会ったんでしょ。会いました、会いました、メグインさん。いいですね、メグインさんね。なんかめっちゃ優しそう、あのなんか気さくな方で優しい人です ね、ね、うん、僕ね、はい、劇団スカッシュさんが大好きでね。わかんないっす。あの劇団の4人なんですけどね。あ、はい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 。で毎日、はい、動画、まあ劇団とは関係ない面白動画を上げてて、で数ヶ月に1回ちゃんとした公演があるから、短編ドラマとかね、そんなのすごい面白いからね、あの劇団スカッシュのメンバーに会いたいなって思うんですよね。マッサージしに行きたいなって。ああ、いいんじゃないですか。なんか、コメントとかで働きかけてみたらどうですか、ね、そう、一回ほんまに思うんですよね、うん、絶対大丈夫じゃないですか。だって下川さんちゃんとしたお店ある人だから、あの、ね、信用もされるしですかね、うん、いやみんなマッサージって好きだから、うん、やってくれるのはって喜ばれると思いますけど、一回見てください。あの面白いですよ、ドラマとか。わかりました、劇団スカッシュさん、はい、ドタバタな感じですか。コメディではないですか。あ、コメディです。あ、はいはいはい、コメディだったり真面目なシュールなやつだったりですね。へえ。で、それぞれキャラクターが立っててめちゃくちゃ面白いんですよ。おー、好きなのですね。好きですね。男性4人ですか。そうなんです。へえ。面白そうですね。その東京のあっちこっちで、ね、公演されるんでね、それもねタイミングがあったら行きたいと思うねんけどな。あ、まだ行ったことないんですか。まだ行ったことない。この前もそれは早くね、うん、そう、フェスだったでしょ、僕ら。はいはいはい、ですねですね。あれの翌週ぐらいにあったりとかね、うわ、行きたいなとか思ってて、タイミング合わずなんですね。合わずなんですね。今、誰に会いたいですか、YouTuber さんで。 YouTuber さんで会いたい、うん、会いたい会いたい。あのもう会わせていただいたんですけど、はい、キサメイクさんのキサさん、あの、はい、プリクラ一緒に撮っていただいたんですけど、ハッピーアワーの時。 あのメイクの、そう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 、すっごいあの虎になったりアニメのキャラになったり、はい、なんかゾンビになったりみたいな、いろいろ知ってる方ですけど、うん、なんかもうなんかあのすごい人いるなって知ってて、で、はい、あ、なんか見たことあるみたいな、その時ちょっとはっきり分かってなかったぐらい申し訳ないんですけど、あ、なんか見たことあるぞみたいな、メイクの方ですよねみたいな感じでお話ししたら、すごいいい人で握手してもらって、プリクラ撮ってもらってしたんですけど、なんかいい人だったなと思って改めて見てたら、本当なんかすっごい綺麗な人なんですよ、うん、多彩というか頭いい人で、うん、だからなんか見てうっとりしてる。女装した時に、あのメイド女装してた時がすごいとにかく綺麗で、うん、はい、メイド姿見たいとか思ってます。若い人なんですか。25ぐらいですね、今ね。若いですね。若いですね。ハッピーアワーすごいですよ。また来てくださいね、お母さんも。行きたいです、行きたいです。いろんな人がいらっしゃってるから。はい、メロインさんとそんな交流できると思ってなかったんで、驚きましたもん。そうね。え、あの、あ、メロインさんいつも見てますっていう感じで行くわけでしょ。私、メロインさんのこと見たことあったんですけど、すぐには分かんなかったんですよ。はい、だけど、ケンさんが、あれ、めぐりさんだよみたいな感じで言ってくれて、うん、ちょっとこう、話せたんですよね。で、めぐりさんの方では知ってたんですよ、私。おぉ、はい、すごい。あの、バンディさんっていう、その、めぐりさんの編集とかやってる方が見てくださってるみたいで、はい、まあ、で、しかも近所なんですよ、うん、めぐりさんの事務所っていうか、うん、が。だから、それで、なんか私のこと知ってるって言って。へえ、そりゃすごい、うん、いや、そりゃ花ちゃんもだって有名ですもん。いや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 、
いと思うんですけど、はい、脇やるのが、え脇やですか、細いんですか、どうだろう、ちょっとやらせてみてください。やっぱ苦手ですか。無理ですか。いや、耐えますよ。耐えます。はい、脇にやるとやっぱ脇が縮んじゃってるとたるみとか肩こりとか。でも確かに痛そうっていうのは分かるな。はいはい、あれですよね、股間の次に恥ずかしいのってやっぱ脇ですよね。あ、脇恥ずかしいかな。私結構脇出せるんで分かんない。いや、私股間は後でいい、恥ずかしいですけど。え、股間の次胸ですかね、出すの嫌だったら。そうですか。はい、脇は別にいいです。いや、なんかね、いや、はい、見せるのはいいんですけど、はい、触られるのが、のね、あ、確かにね、いつも汗じゅくじゅくやから皮膚ですもんね。やっぱ肩甲骨が開いちゃってますね、こっちまで来てしまってるので。顔が釣り目になってるでしょ。釣り目もそうですけど、梅干しみたいでした。ギューってなってました。せんべいさんみたいなやつ。え、ドクタースランプの。そうそうそう。じゃあスッパーマンって言うと、ね、スッパーマンいましたね。あの漫画好きやったな。あ、可愛いっすよね、面白いですよね。わかる。ちょうど子供時代やってた感じですかね、このお母さんが。そうですね、この漫画面白かったな、鳥山明の。鳥山明面白いですね。あとガッちゃんね。ガッちゃん可愛いですね、食べちゃう、パピポポエって。そう、パピポパポとか何でも食べてまうんですよね。食べてまうんですよね、可愛い、面白い。いけます。大丈夫ですか。大丈夫ですよ。ほんまに痛い時はもうタップしますから。はい、あ、わかりました。タップね。はい。これも自分の子供は大丈夫かな。なるほど。そうなんです。となくのね、僕の子供は、息子は大吾やっていう、はい。息子は大吾と、はい。イメージだけでつけました。そうなんですね。でもね、大悟っていう名前ですくすくと大きくなってるんですもんね。そうですね、うん、よかったですね。確かに、本当なんかいい、ちょっとこうテイストも似てますしね、こうゆずきちゃんと大悟くんっていうこう、うん、あのなんか突飛じゃないからしっくりきていいですね。結構兄弟の掛け合わせっていうか、うん、やっぱなんか関連性があった方が兄弟らしくていいじゃないですか、うん、雰囲気が似てるとかね。なんか上のお姉ちゃんがマリンちゃんで下は大吾だとなんかちょっと違うなみたいな感じする、なんか違う人がつけたかなみたいな感じですけど、うん、統一性がなんとなくあって、そういうところも良かったですね。なんか上の娘は嫁はんがね、つけたんですけど、なんかゆずちゃんって呼びたかったらしくて、ね、まあゆずちゃんかわいい、ゆずなんとか、なんとかゆずにしようって以来最後まで悩んでましたけど、そうなんですね。ゆずはね、いい感じですよね。男の子でもいいし、ゆずきだったらね、男の子でも女の子でもつけられる感じで、いるんです、同じ幼稚園でね。あ、そうなんですね、まさに。へえ。感じが違えど、ゆずきくんかみたいな、面白いです。シンパシー感じちゃいますね。ね、うん、いいですね、うちの
娘、あんまり女の子、女の子した名前もね、僕は嫌やったんでね、うん、ちょうどいいかなって。なるほど、なるほど。そっか、じゃあ、そういう、いろいろ。やっぱ誰かが気に入らないってなってほしくないですもんね。みんなが希望をね、ある程度こう。辛いですか。顔的にはもうアウトな顔だったです。ダメだったですか。大丈夫ですか。今度は脇毛剃ってこないのか。大丈夫ですよ。でもやっぱ引っ張っちゃって痛かったですか。いや、まあ、大丈夫ですか。色白のこっからチラッと出る脇毛がなんか気持ち悪いでしょ。いや、気持ち悪くはないです。大丈夫ですよ。白毛がね。いや、あ、自分で嫌なんですね。はい。あ、でもすごいからでやっていいですか。でやってきます。でもね、あの背景とかその呼吸に関する循環器系、心臓とかあって、はい、血行良くしたりとか呼吸楽にしたりとかで作用があるので、腕ほぐすと、あー気持ちいいですね。疲れが取れていく痛みですね。硬いですね。やっぱりめちゃくちゃ凝ってる。これはやばいな。痛い。大丈夫ですか。いけますか。大丈夫です。そうですか。そうきましたか。腕はやっぱ硬いですね。職業病ですね。疲れますからね、この介護機でね。かわいいですね。にみちゃんね。にみちゃんかわいいって思いました、やっぱり。うん、なんか奇跡の組み合わせじゃないですか、あの顔。あの顔さ。顔、奇跡的な、あーっていう、いいバランスで、よく揃ったなっていう、うん、いい具合にこう、かわいいですよね。あの歯並びとか、目の感じとか、ちょっと目離れた感じとか、全てが愛らしくまとまってるっていうか、可愛い顔だなと思って。確かにそうです、ね、はい、本当に、ね、愛嬌がすごいですよね。大体のことはあの顔で謝られたら許すと思いますね。確かに。いい人材手に入れましたね。ねえ、いい人材来てくれましたよ。本当ですよ、木村店長もね、しっかりしてるし。そう、抜群の安定感やしね。安定感ありますね。すごい本当にいい組み合わせのいいお店な感じですよ。ですか。雰囲気が良くてね。うん、そうなんですよね。誠実な感じがすごいあります。うん、お店の内装とかも含めて、うん、あ、誠実なお店だなっていう。なんかこう安心感のある作りですね。嬉しいですね。やっぱ男性がやってるからっていうのもあるんですかね。なんかこう女性だともうちょっと、うん、飾り付けだったりとか、うん、そう華やかさみたいなのが出てくると思うんですよ。はい、でもまあね、癒しに行ってるから、うん、シンプルな方がね。そうですね。
いいかなと思って、うん、なんかそこはそうですね、僕もシンプルにしたいですね、いい具合のシンプルさと、はい、なんていうんですかね、店員さんというかキャラが、ね、スタッフさんが、ですね、それで結構もう 腕の癖もついちゃってますもんね。すごい、痛いですよね、もう硬いから気持ちいいより痛いかっちゃいますよね。でもいいですよ、心地いい痛さやから、引いてる痛さやから、なかなか自分のケアができないんですよね。できないですね。私もそうでしたけど。ご視聴ありがとうございました。今日の動画はいかがでしたか？皆様のご意見、ご感想をお待ちしております。気に入りましたらチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。If you like, please subscribe. See you. また見てくださいね。